アフリカネーションズカップ2022は第33回目のアフリカネーションズカップである。開催国はカメルーンである。もともと2021年6.7月に予定していたが、気候的に競技を実施することが好ましくないとして、2020年1月15日になってカフは競技日程を1月9日開幕、2月6日閉幕にすることとした。しかし、 新型コロナの影響で2022年に再延期することになる。2014年1月24日のカフ理事会終了後、2021年大会に立候補した国が以下の3カ国であることを明らかにした。2013年11月にカフが発表した2019年大会及び今大会の候補国リストに入っていた今後民主共和国ガボン。 ザンビアが除外されている。これらの参加国については2019年大会にも立候補していた。開催国については当初2014年の早い時期を予定していたが、各立候補国への視察に十分な時間が必要なため延期した。2014年4月、カフ実行委員会によって構成された代表団が立候補した参加国が提案した都市のホテル施設。 医療センター、空港、トレーニングキャンプ、競技場だけでなく、輸送と通信に関して開催国にふさわしいか否かの検査を開始した。最初に訪問した国はギニアで、次にコートジボワール、アルジェリアの順番に訪問した。2014年9月20日、エチオピアのアディスアベバで行われたカフリ時間による投票の結果、2019年はカメルーン。 2021年はコートジボワール、そして2023年はギニアが開催国になることを発表した。2018年11月30日、カフはカメルーンに対し、準備の遅れと治安の悪さを理由に、アフリカネーションズカップ2019の開催権を剥奪した。しかし、アフマット・アフマットカフ会長は、カメルーンに2021年大会の開催権を引き受ける代わりに、 コートジボワールに対しては2023年大会を、ギニアに対しては2025年大会の開催権を与えた。2019年1月30日、カフ会長はコートジボワールのアビジャンで、アラサン・ワタラ大統領と会談し、2023年大会の開催を同国で実施することを確認した。本大会出場予選敗退不参加、 失格カフ非会員本大会出場国が16から24に増えたことを受け、ヤウンデ、ドゥアラ、ガルワ、リンベ、バフーサムの今年の6会場で競技が行われる予定である。首都のヤウンデからは、スタットフットボールドランベと、スタットアマドアイジョ、ドゥアラからはコンプレックスミュルチスポールドジャポマ、リンベからはスタットド,ドリンベ、バフーサムからはスタットオムニスポールドバフーサム、 ガルアからはスタッドルームでアジャが選出された。開会式、開幕戦と決勝戦はヤウンデに新設されるスタッドフットボールドランベオを予定である。24チームが参加。開催国は優先的に出場権を獲得、残り23の枠を予選で絞り込む。本大会は24チームを6つのグループに分ける。そして一回戦争を当たり方式のグループステージを行い、 各蘇生伊沢上位2チームが決勝トーナメント1回戦に進出。また各組3位のうち成績上位4チームが決勝トーナメント1回戦に進出。決勝トーナメント1回戦の勝者が準々決勝に進出。準々決勝の勝者が準決勝に進出。準決勝の敗者が3位決定戦に進出。勝者は決勝に進出する。ありがとうございます。